小山津からまた深く浮かせて、さあグスタボがヘディング、石光のミドルヘディングシュート決めた。石光が同点ゴール。クリアでこぼれたところ、石光今シーズン初ゴール決めました。京都加入後は3年連続のゴール中だった石光、これで4年連続のゴール。いや見事に狙ってましたね。そうですね、まあ、これだけ数ねセットプレーあってセカンドボール狙ってましたね。そうですね、ただこれも難しいボールだったんですが、そうですね、素晴らしいシュートを打ってきましたこの石光です。まあ、よく上に上げずに、バウンドさせるようなね、ドライブをかけたシュートをしっかりと選択できました。